大家好。大家好、しみみみみです。今日はテレビで中国語第25課そして26課で勉強した見るという意味の動詞看のちょい足しレッスンです。はい、この看は日本語の看語と発音は全く一緒、とてもシンプルな動詞で特に注意することはありません。はい、というわけで今日は怒涛の20個フレーズ。看は主に見るという意味があるんですけれども、その他にも英語の see と同じく会うという意味があったり、その他にも様々な単語と結びつくためにこの看のつく単語は豊富にあります。はい、今日は初級から中級までのよく使う単語とフレーズを20個ピックアップしました。どれも生活や試験で役立つものばかりです。皆さん最後までチェックしてみてください。テレビを見る、看電視、看電視。映画を見る、看電影、看電影。動画を見る、看視频、看視频。ニュースを見る、看新聞、看新聞。本を読む、看書、看書。新聞を読む、看報紙、看報紙。綺麗、好看、好看。見にくい、難看、難看。場所による、要看地方、要看地方。状況によるでしょう、看情况吧、看情况吧。医者に診てもらう、看医生、看医生。見える、看得见、看得见。見えない、看不见、看不见。見えない、看不出来、看不出来。見下す、看不起、看不起。見たところ、看上去、看上去。見たところ、看起来、看起来。盗み見る、偷偷だ看、偷偷だ看。サッカー観戦をする、观看足球比赛、观看足球比赛。何々とみなす、看作、看作。はい、20個見てきましたが、注意事項も含めて解説をしていきたいと思います。はい、まず本を読む、看書なんですけれども、はい、この時には do ではなくて看、看書を使います。はい、do 書というとまた他の意味になって、例えば大材 do 書だし法というと私が学生の頃という意味合いになります。はい、そしてやおかんディファン、はい、これは場所による、はい、またはやお関連、これで人による。はい、このやおかんディファン、やお関連はよく使います。はい、そして看得见は遠くの風景がくっきりとよく見えるとき、こんなときに看得见を使ったり、また逆にぼやけていて遠くの風景が見えないとか、視力が悪くて遠くのものが見えない、また何か見たいものがあるんだけれども、その手前に邪魔するものがあって見たいものが見れない、まあ、そんなときにも看不见を使うことができます。はい、同じ見えないでも実際の年齢に見えないときには看不中を使います。例えばとても大人びた女の子がいて、あの子も社会人かなと思いきや未成年だった、そんな時に我看不出他才十几岁、我看不出他才十几岁。とか逆にとても若く見える、そんな時に我看不出他已经四十多岁、我看不出他已经四十多岁。はい、このように実際の年齢に見えないときに看不中、看不中来を使って何歳に見えないねといった表現をすることができます。
はい、そして最後の感想はこれは主に書き言葉です。例えば私は彼女を本当の妹のように思っている。こんな時には感想ではなくて断想を使うことが多くあります。でもし、交互体の中で感想を使うとしたら、例えばもう何百人もいる会議の中で、例えばこんなフレーズ、オーバー人天のほい感想へ変ハオダチほい、まあ、このようにですね、もうかなり格式ばった言い方で使うことはあるんですけれども、まあ、普段の私たちの生活の中でバーコー文を使って、何々を何々とみなす、何々と思うと言いたいときには単数を使うのが一般的かと思います。はい、いかがだったでしょうか。たかが20個されど20個、はい、この感は本当にシンプルで素直な動詞だけにもいろんな単語から引き合いが来て引っ張りだこなんですけれども、単語の意味も様々なんですけども、とはいえ見て何これ全然意味がわかんないというものではなくて、まあ、じっくり見ればわかるものなのでとても覚えやすいかとも思います。なので見て聞いて書いて使ってぜひ自分の中に浸透させちゃってください。はい、というわけで次回はじっくり勉強していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。谢谢大家，再见，拜拜。